ジョイカードは、かつて、仙台市交通局と宮城交通が発行していた、次期式乗車カードである。3000円と5000円の2種類で発売されていた。スキップカードとは違い、乗り継ぎ割引は適用されない。これは20割引を避けるためである。宮城交通では、スキップジョイカードの名称で発売されていた。当初は、 仙台市交通局発行のものもスキップジョイカードの名称だったが2004年にデザインが変更されジョイカードに名称変更された。またカードの割引率が9.1%引きに引き上げられたため自動券売機による回数券の発売が廃止されている。両者とも未使用分や途中使用分の払い戻しは不可としている。地下鉄とバスを乗り継ぐ場合、 乗り継ぎ割引は適用されないものの5000円のジョイカードとバスカード5000円と組み合わせて使用した場合、乗り継ぎ割引を適用した場合よりも割引率が高い。2014年12月に仙台七地下鉄南北線、2015年に仙台七地下鉄東西線と市営バス及び宮城交通の路線バスに IC 乗車カードアイクスカを導入。これに伴い、 2015年12月6日の東西線、仙台市営バスへのクスか導入開始とともに、販売停止となった。2016年10月31日には、時期カード乗車券の利用が停止され、同年10月1日より5年間、無手数料で払い戻しによる対応に切り替えられる。払い戻し額は、使用しているものは残額から、 販売額面に応じたプレミア分を除した金額未使用分は販売額面満額が払い戻される。ありがとうございます。